8月10日の大雨の影響で、青森、むつ市にある魚、養殖施設では、土砂が入り込み、稚魚などが全、する被害があった。山口正規記者、魚を養殖す、一けすがあったんですが、流れ込んだ土砂で、目尽くされています。むつ市大畑町の、山口守、場では、大雨で近くの川から土砂が入り込み、食をしていた魚など、およそ30トンがすべて流さ、他、被害額は、 およそ4000万円に上る。山口守漁場、豪担当、麦沢千明さん、被害を受けて、夜にな、ば、涙が勝手に出てきます。卵から育てるのに、に、かかるんですよ。2年かけてなんとか、大きくなる。頑張っていく14日は、ボランティアが泥をか、出す作業を行い、復旧に向けて動き出して、い、